してソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだ？お前ら！ちょうどいい。こいつの腕試しだ。
ったはしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。We'll be right back.
だ。クラウド？
どう？何の話だ。ごめん。協力していこう。
あれ、7番街スラムへ抜けるゲート。閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。ここ。ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？いや。もしかして寂しくなった？ああ。あ？
クラウド、よかった無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。ポルネオは蛇みたいな男、どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ、助けてあげなくちゃ。ミッドガル1だよ。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちは暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん、助ける。その子がタイプなんだって。だから。兄ちゃんも好きだね。と言っても、結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな、あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。
新人、この2は検品しなくていいからな。え、ドンコルネオ宛ての2ですけど。だからだ、言わせんな。あ、うん。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？この街で我慢なんかしたらダメダメ。やっちゃいましょう、はじけましょう。だってここは一夜の夢の街、ウォールマーケットなんだから。どういった快楽をお求めですか？契約は基本。本日開店の自動アイテムや呼び込みは人力だが。壊れてる？なせろ。え、何も売ってくれなかった？桜の。ああ、配線間違えたかな。お願いします。え、売らずに売ってきた？いけねえ、配線間違えたかな。え、何も売ってくれなかった？場所代を払えない。待ち合わせ場所はここのはずだけど。だ、大丈夫かなあいつ。調子悪そうだったし、やっぱ見に行った方が。でもこの路地ってやばいって噂だよな。ったく、早く出てこいよ。大丈夫か？でもやばいって噂だよな。例の件の後始末は？済みました。ですが若いのがしくじって観光客に見られちまって。まとめて片付けろ。こんな裏路地まで来るとは好奇心旺盛だな。度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。あんたは何も見なかった、そうだろ？あの、うちの若いのもですか？当然だ。コルネオやサムにつけ込む隙を与えるな。すぐに処理します。まさか俺にどけっていうつもりか？見逃すのは今夜だけだ。失せろ。あの、本当にいい天気。おう、おい兄ちゃん、ここで粗相したら分かってんだろうな。ノトレ人でも助けてやんねえぞ。は、腹が、あ、苦しい。ここで粗相したら、ノトレ人でも助けてやんねえぞ。ママ、ごちそう。例の件の後始末は？すみません。こんな裏路地ま、度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけは。
みんなでお歌を歌いましょう。よ、銀行なんて名乗っているが、実態は高利貸しじゃねえか。大丈夫かな。でも、やばいって噂だよな。町の上がりが相当巻き上げられる。おお、手のひらから全身に力が流れ込む。ポカポカスベスベで自分の体じゃないみたいだ。案外こんな町外れに掘り出し物があるんだ。どう？いい品ある？何？女の癖になっちゃう。銀行の裏通りであんなことしてるなんて。看板見ただろう。マテリア屋だ。毎度。やめておくよ。お酒よりお布団が恋しい。そうか。明日の朝も早いしな。ここも満席か。うちの店長。おっと、あんまし路地に入らない方がいいぜ。やばい人間がたむろってることもあるからさ。俺たちは仕事サボってるだけだけど、これ以上詰めるのは無理だって。貴重なサボり時間なんだから。お前ら将来とか考えてる？この路地は俺らの聖地だ。昼に来れば空いてるぜ。おっと、あんまし路地に入らない方がいいぜ。やばい人間がたむろってることもあるからさ。俺たちは仕事サボってるだけだけど。どこも観光客だらけで嫌だ。ここは俺たちの街なのに。私たちをするとかありえないよ。しかし贅沢だよな。行ってみる？当日券は取れないよ。大人気。また明日も来てね。
な。これでも店なんだ。お前、魔航路爆破。ぼちぼちですよ。この花に。クラウドさん、研究のためならご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。俺の肉だ。トロットロにとろける蜂蜜なんだぜ。あ
ジ甘うまいからマジよろしく。あら珍しい。いらっしゃい。薬屋だがアイテムも扱ってるよ。アイドリお好きな席へどうぞ。ありがとうございます。臨時収入があってな、食いだめておくんだ。ご注文は？もちろん。おすすめはもちろんおすすめ定食だ。らっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。盛り合わせだ。そうですか。どうぞ。バスのある道だ。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。チョコボ豆のポップコーン。チョコボの形をした可愛いお菓子。出来たてだよー。